4月7日、このヒカリナチャンネルでは、新しく入手したスーパーレアのエビフライを、レベルアップさせてみたところ。あれ？これめちゃくちゃ弱くね？という内容の動画を投稿しました。その5日後、4月12日。本日ストアより V2.16 のアップデート配信いたしました。さらに、グラモーガン、エビフライの上限解放。なんだってー。確かにこれは偶然だろ。エビフライは、エビを多量の食用油で揚げた日本の料理。日本で開発されたカツ料理の一つであり、代表的な養殖料理である。上限解放されても、説明文はウィキペディアとほぼ同じですね。それも運営のこだわりポイントなんだろうな。スーパーレアは上限解放されると、今までは上限7だったところが、13まで上がります。今回はコインを多めに、10万枚。つまり、課金だと5000円分。コンピュータ対戦周回だと、5時間分だな。こんだけ持ってれば、さすがに13レベになりそうです。普通のレジェンドソーセージでさえ、レベル上限の5にするのに5万コインだもんな。では、レベルを上げてみましょう。1レベ上げるのに、1万6000枚のコインを消費します。ずっと消費コインの量は変わらないみたいだぜ。足りねえ。おいおい嘘だろ。思ってた以上にコイン消費したな。ちょっと足りなかったので、コンピュータ対戦でコインを集めます。レベル5のクリスタルサビロイを使えば、それなりに効率よくコインを集められるぜ。レベルアップにちょっとコインが足りないときは、課金するよりサビロイです。うわぁ。一生で300枚近くもらえました。それでは、改めて、レベル上限にしちゃいましょう。タルタルソースがかかったぞー。ライフ、543、スピード、135、パワー、120、スキル、最終油圧、体力が残り 30% 以下の時、攻撃力が 25% アップする。ステータスはレジェンドと遜色ないが、スキルが絶望的に微妙だな。同じ体力が減ると攻撃力が上がる系スキルだと、マグマホットドッグは 10% 以下の時、攻撃力が 75% 上昇、ポイズン距離層は 25% 以下の時、攻撃力が 100% 上昇、ライトニングウィンナーは 30% 以下の時、攻撃力が 50% 上昇です。そしてこのエビは 30% 以下の時攻撃力が 25% 上昇です。こいつだけ全然攻撃上がってねえじゃねえか。上限解放されたエビフライをオンライン対戦で使ってみましょう。ステータスだけならレジェンドと遜色ないぜ。まず最初は、マシーン両手掘り。両手掘りは体力が多いから、攻撃がどれくらい効くか見物だぜ。普通に攻撃食らってますが、こっからスキル発動します。おいおい嘘だろ、マジでスキル発動してんのか？スキル発動してんのに引くほど攻撃力低いな。所詮 25% なんてこんなもんです。今度は、ライトニングウィンナーと対戦です。相手のレベルは低いから、ステータスでゴリ押せそうだぜ。消費したコインの量が違いますからね。うわまあ、これぐらいできるよな。意外とスピードもパワーもありますので。そして今度はストーン積んで、ゲージマックスで攻撃力がかなり上がるから要注意だぜ。エビフライは、形状がエビなので、めっちゃ曲がりそうな印象ですが、実は、それほど曲がりません。逆に積んでは硬そうに見えて意外としなるよな。整いました。ソーセージレジェンドのエビフライとかけまして、山奥と解きます。その心は、どちらも、回線が弱いです。何突然自爆ネタぶち込んでんだよ。上限解放されたエビフライ、なんとも言えない、微妙すぎる強さで困ります。エビの形状が、地味に難しいよな。絶妙に攻撃が届かない長さになれなければいけません。ほんとちょっとだけ届かないんだよな。そしてこの最終油圧、決め手に角が、数発当てれば。あと一撃先に当ててれば勝てたな。あら、また同じ相手です。気を使って向こうもスーパーレアにしてくれてるぜ。これならいける。キリタンポはふにゃふにゃしてないから、攻撃がちゃんと当たります。今んとこいい調子だな。こっから最終油圧入ります。今度はマグマホットドッグとの対戦です。マグマには勝ちましょう。エビフライ並みにスキル不遇なの。マグマぐらいだもんな。マグマよりはステータスいい感じですからね。10% 以下で発動する断末魔さえ気をつければ、そんな怖くないぜ。よし、意外と効きます。うわー。